西鉄300系電車は、かつて西日本鉄道が保有していた、通勤系電車である。形式は300型で一括されているが、製造年によりその形態は大きく異なっている。1939年の大牟田前通時に、製造された、急行用の301系に編成。1948年、前期に製造された17メートル車である303、型5編成。 同工機に製造された18メートル車である308系を編成に大別される。形式は、制御電動車のも300系301から312、制御車、区350系351から300。当初は、オーム都線系統で使用され、1961年には、300型で西鉄発の五連運転が開始された。後年の5線系の増備により、 同線からすべて撤退し、一部が台車を狂気用に交換し、宮地学船に転属した。製造当初はすべて釣り掛け駆動方式を採用していたが、宮地学船への転属後に下回りを交換して、カルダン駆動方式となった車両もある。その過程で大掛かりな車体更新、冷房化等が行われ、外観は大きく変化した。近畿車両、汽車製造、日本車両製造、 川崎車両の4車で製造された。図色は、大無田線時代は、当時の西鉄一般車標準色の上半分クリーム、色、下半分、マルーン色のツートンカラーだったが、宮地学線に転属した車両については、転属時に2000型と同じオキサイドイエローを基調に、ボンレットの帯の図色に改められた。2から3両が基本編成であり、座席は全車ロングシートで、 定員は、戦闘者が120人、中間者が130人となっている。なお、時代の変化により、数々の編成や改版が行われているため、経歴は非常に複雑である。文献などによっては、講義の300型として313型も含むことがあるが、本校では記述を除外する。全両中半数以上の両が、宮学に転属したが、 運用ゲイや600系の転入により数を減らし、2007年に西鉄新宮津屋崎館が廃止された際には、カルダン駆動方式に改造されていた307編成を残し、残りはすべて2007年4月1日に廃車となり、同年5月下旬までに全車解体された。307編成も同年12月25日に廃車となり、2008年2月に解体された。 なお最後まで発車ベルの電子音化は実施されなかった。これにより300型は消滅した。なお、冒頭にて記した通り、九州鉄道当時に申請された301系グループについては、九州鉄道300系電車を、まとみや学1において1978年から1984年までも319、360の車番を付与された車両に、関しては、 西鉄二0軽電車をそれぞれ参照。も三百三から三百十二区三百五十三から三百六十二は戦後の九百四十八年に製造されたグループで二両固定編成十本が製造された。運輸省企画 A 形に沿って製造された車両で、側面3扉、側面窓配置は d 1 d 五 t 五 d 2運転室は型運転台式で、車内は ロングシートとなっている。303から307編成は、車体長が17メートルで、主電動機出力は110キロワットだが、308から312編成は18メートルに伸ばされ、出力は115キロワットとなっている。このグループのうちの多くが、宮地学船に転属されている。同船に転属された車両はいずれも、転属時に台車を、狂気用に交換し、 後にワンマン運転対応化改造、車体更新、冷房化改造が実施された。車体更新により、側面窓上下のウィンドシルヘッダーは取り去られ、雨どいの位置も上げられて、張り上げ屋根となった。また、屋根というが広範化され、3両編成の戦闘車については、全面が中山入り1枚窓風の非貫通2枚窓となり、貫通傾斜両についても、 全面形状の変更が行われた。その他、全小灯のシールドビームに等か、微灯ともに600系のような一体型ケースに収められたこともあって、外観は大きく変化した。宮地学船への転属時に改版が行われている、車両もあるため、ここでは落成当初の番号を基準に述べる。大無他船で使用されていたが1980年代に、 入り5000型に置き換えられ長気球車状態となり、1986年の福岡市地下鉄箱崎線の全通に伴う宮寺学、仙台や改正に備えるため転属した。同線へ転属する際に303から310から360の三秒固定編成に組み替え、同時に番号を304から305から355に変更し、余剰となった353は、 廃車した。3両固定編成にする際に、中間車となる305の運転台は撤去されずに、そのまま残された。合わせて、ワンマン運転対応化と、車体更新が実施されたが、冷房化は行われず、翌1987年12月に、冷房化改造が実施された。台車は、宮地学船に、転属の際、 それまでの D-16K から電動車が TR-22K、付随車が TR-14 型に振り替えられている。宮地学船の輸送量減少による3両編成運行の縮小により、2003年に戦闘車の304が廃車となって305から355の2両固定編成となったが、2007年4月1日の部分廃止に、 伴って、廃車となり4月中に解体された。1961年に600系の中間車も611.612を、ロングシート化して300型に編入した、中間電動車も320系324.325を組み込み、304から324から354、305から325から355の MCM。 TC3 両固定編成に改められたが、宮地学船に転属することなく1984年に廃車となった。324.3年以後は、側面に扉で、両端の先頭車が、側面3扉のため遺彩を放っていた。両車の台車は、改造前と同じく FS-8 ウィングバネ台車のままで、主電動機出力も8 2ットのままであった。 先頭車が1948年の汽車製造製、中間車が1961年の川崎車両製である。当初は2両編成だったが、1961年に600系の先頭車を1300系の制御車に改造した際、制御電動車の電装解除によって発生した機器を流用して製造した中間電動車も320系326.327を組み込み、 306から326から356と307から327から357の3両固定編成に改められた。326.327は、側面窓の上段を H5 ム指示とした、いわゆるバス窓で、ウィンドシルヘッダーもなく、両端の先頭車とは大幅に異なった外観であった。長期急車状態の後1986年に、 2編成とも、宮地学生へ転属した。三百六編成は転入と同時に、車体更新、ワンマン化、代車振り替えが実施されたが、三百七編成は、車体更新を行わずワンマン化、代車振り替えのみを行い使用開始された。後、1989年に2編成とも、冷房化され、三百七編成については冷房化と同時に、 他の3両編成車両と同様の車体更新が実施された。326.327は更新後もバス窓のままであった。さらに1993年に307編成は西武鉄道から購入した FS342 系台車に振り替えられ、カルダン駆動方式に改造された。天神大牟田線から600系に両編成が 転入したことと産両運行の縮小のため、306編成は2003年に廃車された。307編成は、1978年に雑系車両を置き換えのため、他社に先んじて宮地学船に転属した。MC 社が汽車製造製、TC 社が日本車両製である。当初は台車は TR14 及び従来車の流用品を使用していたが、 1982年に電動車が TR22、付随車が TR14 に取り替えられた。同時に、主電動機も 85kW のものから 100kW の MT7 型に取り替えられている。1980年、ワンマン運転開始に合わせてワンマン化された。1983年に車体更新が実施されました。 さらに1987年には冷房装置の設置、屋根の広範化、全消灯、微灯の変更などの改造工事が実施され、3両編成者に順次た外観となったが、前面は貫通系のままであった。308編成は、天神大牟田多線から600系に両編成が、転入したため2005年に廃車となり、309編成も部分廃止で廃車となり解体された。 西鉄3 0 0系3 6 1 2 0 0 7年3月19日、営業用としては、大牟田線で最後まで運用されていた、吊り掛け、式電車である。303.310編成と、同時期に311から312から362の編成に組み替え、番号を310から311から361に改めている。 この時に余った361は廃車され、311の運転台はそのまま残された。この編成については冷房化も宮地学船への転属と同時に実施されている。2000年に310が廃車となり、311から361の二両固定編成となった。この編成は2007年4月1日の西鉄新宮津矢崎間部分廃止を前にして、 同年3月19日から最終日の31日まで記念電車となり、車体側面下部に青い波と、西鉄宮寺学船、新宮津屋崎間廃止長年のご愛顧ありがとうございました。と書かれたカッティングシートを貼り付けて運行され、最終日の3月31日には、津屋崎初海津海帰臨時最終列車に運用された。翌4月1日より運用離脱し、 2007年5月に解体された。ありがとうございます。